はい、こんばんはね。女子留学者テレビです。2016年8月の続き、月曜深夜ね、今日もやりますよ。今日も YouTube ライブやりたいと思います。今日は半袖だ。ね、今日は半袖。こんにちは、ってみた。なんか前にもらったやつね。はい、こんばんは。今日も YouTube ライブ。早く食べたい。まあ、YouTube ライブの方が、今夜もね、YouTube ライブやります。何ちゃん？大丈夫？大丈夫？よっか。とりあえず。だから。よし、あいつか。うん？もっとか。あ、それにしたね。よし。赤いリンゴに君を寄せて。黙って見ている青い空。リンゴは何も言わないけれど、リンゴの気持ちはよくわかる。リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。あの子、良い子だ。日立ての良い子、リンゴによく似た可愛い娘。どなたが言ったか嬉しい噂か、つい草にも飛んで出る。リンゴ可愛いや、可愛いやリンゴ。朝の挨拶、夕べの別れ。愛しいリンゴにささやけば。言葉は出さずに小首を曲げて、明日もまたねと夢に顔。リンゴ、かわいいや、かわいいやリンゴ。歌いましょうか、リンゴの歌を。二人で歌えば、なお楽しい。みんなで歌えば、なおなお嬉しい。リンゴの気持ちを伝えようか。リンゴ、かわいいや、かわいいや、リンゴ。はい、こんばんは、今夜はね。リンゴの歌を歌いました。2016年8月の1日月曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認に近づいて、こんな風に話をしてます。あ、今日は珍しくですけれども、すぐ買ってくれます。はい。はい、さあ、飲みましょう、早速ね。飲もう、飲もうね。疲れたね。飲もうね。どこか入ってる。あ、大丈夫ね。はい。飲む飲むね。さて、さて、スマホで確認してみようと、はい、行きます。話しにはスマホ写真。話された。君一さんは家族でキャンプ行ってるね。これも、学校だもんね。だからね。まあ、そうだね。学校はもう休みだもんね。だからね、キャンプ行ってるんだね。さっき動画で見た。そうなんだ。うん、そうね。それぐらいだよ。それわかんないけどね。そうだね。学校もだいぶ休みだよ。学校も休みだよね。さて。
あ、こんばんは。今ちょうど、さちよこさんのサンデーキある配信を行くにと動画に、ありがとう、どうもこんばんは。あ、テストさん、今夜早く、どうもね、今夜もね、リンゴに歌を歌いました。最後飲もうか。飲もう、飲もう、熱い。今夜、T シャツです。飲もう、飲もう。今夜もジュース、生ビール、缶ビールだ。いいものでらする今夜、プレミアムモルツに行こう。これも会社の補給分でもらってですね、プレミアムモルツに行こうか。いい感じで冷えてくだし、おー、いい感じ。はい、乾杯。今夜サントリーのプレミアムモルツです。すごいね、ダメな。とかって傷つきながらだと思って、一人でビール工場経営したことはもうね、もう20年近く前だけどさ、一人、大塚、文京区越して間もない頃から前休みとして一人でさ、平日休みだったことがある、その頃がさ、一人でビール工場見学行ってんのね、笑っちゃうでしょ、あれ。場所はね、昔のビール工場。京王線の奪い瓦がバスでさ、そのだけビールして、ビール工場見学行くとさ、最後にさ、飲めるでしょ。うん、それもやってね、一人で行ってきたのよ、それ。一人でビール工場行ってきたのね、全然ね。ああ、うまいね。いいやつだけどさ、別に。ビールぐらいはまあいいから、だから。でも、中杯系の方ね。うん、まあ、ビールぐらい苦手だけど、まあ、きっとたまには飲みますよね。苦手って言ったけどさ、全然飲まないって言うわけじゃないからね。うん。そうよ。うん。あんまり。飲まないわけじゃないからさ。全然大っ嫌い飲みませんってわけじゃないからね。そう、どっちも好きなんだって言ってるけど、何でも好きなんだよね。うん。そう、うん、そう。ああ、美味しかった。もう一本。美味しいだけでした。あれ、うまかったね。うまいね。ああ、うまかった。こんにちは。今日はこれ。サントリーのプレミアムだと美味しく一本いただきました。はい、こんばんは。どうも、黒さんどうもね。YouTube ライブやりながら。うん。あ、今日はつまみ持ってこがする。つまみ、そう、何をしてるんだ。
そうね。若干かぼちゃん似たやつだ。どうも、こんばんは。ありがとうね。今日これ、今日かぼちゃ似たやつ。味付け塩と醤油、鶏の出汁で出すといいやつ。鶏の手羽元で出汁にして、かぼちゃ煮た。これ、でも、昨日作っといて冷蔵庫入れておいたんだけど、いい感じについて。かぼちゃ煮たやつ。鶏の手羽元のやつ、味付けにして一緒に煮てね。いや、うまい。今日かぼちゃ。まあ。そうね。かぼちゃ安かったからさ、半分で100円だったから。そうね、かぼちゃみたいな。まあ。そう、もう、実は、味付けは外れてきたやつ。もらいもんです。じゃ2本目いこうか。もらいもん。じゃあ、プレミアムいこう。ああ、いいね。はい、乾杯。いいね。本日はかぼちゃ煮て冷蔵庫で冷やしたらいいよ、これね。今休みだったからさ、かぼちゃ煮て冷蔵庫に入れて。この鍋で煮たからさ、鍋のまんま入れて。こういうのいいんだ、これだね。ああ、でも、これかぼちゃ煮たやつよ。なんでです。中折れって書いてある。中折れ禁止って書いてあるんだけど。中折れ禁止ってね。中折れ禁止って。わかった？見えた。まあね、家族で安かったな、家の最近の家ね。家族のね。あそこを、また今度家族で行ってみようね、家族にね。わかんない、意味わかんない。こんばんは。どうもね。意味わかんない。今夜、かぼちゃを煮たやつで、あれで塩と醤油です。甘くはないよ。よくかぼちゃって甘辛いだけど、甘辛いの好きになるけど。塩と醤油でね、だしまで鶏の手羽元の出汁でね、いってみて。やっぱ夏はビールうまいな、こうやって。風呂場に行った方がいいね。そうか。
まあ、これ2杯でやめとこうね。さあ、サントリーのプレミアムモルツ2本、おろしない。こんばんは。あ、どうも、こんにちは。久保さん、ジュースさん、どうもね。今度の土曜の仕事なんですよ、プレミアム。またキャンプじゃ、で、電気を左にやりますみたいな。かぶったみたいな。私もそう思って行こうだ。でも、お盆休みはね、またなんでの、アウトドアの、テントハウス、麓で山、テントハウスだね。なんで配信できないからさ、ごめんなさいです。テントハウス。夏にたまにはこういう時もあるよ。免許暇だったら生活大変だよ、どうなっちゃうよ。たまにはこういうことないよな。まあね。あら、昨日ちょっと米田に行ってよかった。普段仕事を取るとさ、包むのめんどくさいもんな。まあ、この鍋の、ちょっと鍋の冷蔵庫に行ってた。それは前ね。夏場だからさ、煮物とかね、冷たくてもいいよね。やっぱり、冬場だったら暖かいものいいと思うし、夏場だったらさ、冷たい煮物もいいよね。かぼちゃはいつもよく柔らかいからさ、かぼちゃよかった。まあ。はい、おいしいいただきました。大丈夫だった。今日はかぼちゃの煮たのと、缶ビールでした。じゃあ、どうも。いいってか、もうそれは関係ない別に。ツイッターも食ってだけなんで。ツイッターも食ってだけだからさ、いいわ、いいわ、別にしない。で、スーパーで安ければ安いものに買って、それかぼちゃもやってた。かぼちゃもこの間ほんと、半分でさ、200円になってたのに半額になってたんで、安かったんでさ。半分か、このぐらいのやつで、半分で、だから半額でやって、100円か、安かったから買った。でも何やかんやかぼちゃってさ、冷凍食品って便利かもしんないけどさ、安い時に買ったかぼちゃで十分だけど、値段的にはこういうの方が安いよ、ほんと。冷凍料理の価値はそれより結構便利って言うけどさ。まあ、そうかもしれない。八百屋とかのスーパーでさ、安く安売りのやつ買った方がいいよね。まあ、本当に忙しくてスーパーとか行けない人はさ、ローソンストアとかでさ、冷凍食品の野菜でもしょうがないんですよ。これはね、かぼちゃ、まだかぼちゃ、半分の買ったんだよね、僕ね。これ半分だけ切って煮たからさ、まだ半分生の状態で冷蔵庫だとあるんだ。まだかぼちゃあるな。で、これ煮たのもね、その半分のこれ、今日はこれで、ね、一皿でこれ半、煮たやつでも、ね、まだ半分ぐらいまだあるんで、まだ明日はかぼちゃにしようかな。かぼちゃ、冷蔵庫買ってね、また明日も。冷たいかぼちゃうめえや、これや。あれ、手羽元の鳥の、鳥で一緒にいたからさ、すぐが珍しい鳥になったから、なかなかうまかったな。あ、うまかった。ああ、大丈夫だ。ああ、疲れた。でも、発芽するだけですね。この後でもよ。あと一週間ちょい、10日ぐらいしたらもうお盆休みだからね。お盆休みは今年、まあ、前にも言ったけど、今年のうちの職場ね、11日の山の日から4日間、11、12、13、14、4日間のお盆休みです。
その日、僕は、ね、前に、いつも来るように、11、12時間ぐらいあって、雲取山、行ってくる。雲取山行ってテント泊してきます。テント泊ね。一泊目はね、途中、7時ぐらいでテント泊で、2日目がね、頂上でテント泊して、降りてきて、そんな感じ考えてる。まあ、いわゆるキャンプだよ。これもキャンプだけどね。半身不利だからね、ごめんね。ふもとにはベッドが入らねえからさ。ローカルで動かして飲み食いしようっていうのは、あアップするからさ。でも、それ、アウトドア好きなんだよね、アウトドアで。もう2回目のふもとに。今回はね、鴨川から登ろうと思うんですよ。鴨川って、奥行きダムの鴨川の方から登って。自分のペースで、ね、登っていきたいと思いますね。登山はそうよ。一人で登山がいいです。これ自分のペースで登れるから。誰かと一緒に行ったら誰かに合わせないとって思って、それで結局して、それが危ないわけです。一人登山はやっぱり自分のペースで登れるからさ。私はこの辺にね、もうそれ、もう上で半分落ちたから。疲れた。どうもね。どうもおやすみなさい。今日はこの辺で終わりまーす。どうもね、私とね。おやすみ。今日20分ぐらいだからしょうがない。今日はね、おやすみね。おやすみなさい。じゃあおるよ。また明日。ありがとう。コロさん、ありがとうございますね。